日本の皆さん、おはようございます。現在グリニッジ世界標準時間6月6日火曜日18時53分、サマータイムのイギリスは6日火曜日の夜7時53分を30秒回りました。日本は間もなく7日水曜日の朝4時を迎えるところでしょうか。日本対ブラジル代表の一戦、放送の解説は松本郁夫さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。今日本語のアナウンスにもありましたように、現在チケット売り場の混乱および突然降り出した雨のために試合開始が15分遅れる試合開始が15分遅れるというアナウンスがありました。従いまして日本時間の4時のキックオフの予定でしたが、4時15分に日本代表対ブラジル代表のキックオフがある予定です。さあ、それではここまで日本、ブラジルともに一戦ずつ戦っておりますが、歴史的な一戦と言っていいでしょう。日本対イングランド第一戦のハイライトをご覧いただきます。日本のサッカー史に画期的な1ページを刻む試合です。今日本サッカーに新しい扉を開くホイッスルが鳴りました。右にエンドを取った青いユニフォームが日本代表、左にエンドを取った白と紺のユニフォームがイングランド代表です。中山、逆サイドに北澤と、そして数も走っているぞ、シュートに行った、正面です。今のいいプレーだ、はい、日本選手のですね、良さ、瞬間的な速さで相手をかわしてしまう、中山今トリッキーなここでプレーしましたね、はい、これでシュートへもっと思い切って打った、いいプレーだったですね。相馬、あにゃー強い、アンダーソン右に振った、バティセンタリング、前川出る、ナイスプレー、前川出ました。壁は 1,2,3,4,5 枚になりました。直接いった、キーパーを抑えた。日本代表前半が0対0、両チーム得点ありません。いい意味の緊張なんですね。いい意味の、一つ一つのプレーを大切にしようと、はい、アンダートン、右サイドネビル曲がっている、シェアラー、アンダートン、アンダートンのシュート、ゴール、決めたのは11番ダレン・アンダートン。後半の3分ついに日本ゴールを割られました。前半はバックスがね、はい、ボール持った選手に2メートルぐらいまでキュッと寄せてですね、打ったボール、これちょっと寄せが遅い、はい、かなり前がったでしょ、そのためにね、井原の足に当たってね、はい、シュートのコースがちょっと変わったんですよ。ここですね、アンダートンね、はい、左足、イングランド代表ついに後半3分得点を奪いました。一旦切り返して中山、この位置にいた、中央に数がいる、中央に数がいる、北澤だ、前に森島、ん、中山へのパスか、これはパスカット、15番のアンスワース。さあ、日本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 の声援はイギリス・ロンドン郊外のウェンブリースタジアム。コーナーキック、低いボール、打った、入った、ゴール、日本歴史的なポイントは井原、日本、イングランドから1点を取った。日本ついにこのウェンブリースタジアムで得点をマークしました。井原、今ね、北澤とカズがいてですね、はい、ショートコーナーやろうとしたんですよ、ところがゴール前のね、井原を見た瞬間、カズのこのコーナーキックが来てですね、はい、やった。1995年6月3日土�曜日後半の17分、歴史的なポイントを日本が取りました。カズへ、カズへ後ろを見て打つか、打った、カズ、惜しい、ポストですよ今、わずかに、わずかに右、いやいや、これポストに当たってますよ、うわ、もう15ミリ、15ミリ左ならば。後半の17分に井原がポイントを奪いました。ベナブル監督真剣だ。北澤浮いた、北澤強い、いけ、打て、打て、打った、浮いている、ティブフラワーズだ。今のね、はい、日本チームのサッカーを忘れないことですね、長いパスでチャンスを作る、はい、蹴るのはケン・アンダートン、ん、いや違う、こちらから行った、ボールを浮いた、あーっと、バーナーだった、グラウンダーのボールを弾いた、よくやった、日本守った、日本守った、前川がちょっとレッドカード、レッドカードが出ました。これはハンドリングで PK ですか。柱谷にレッドカードが出たようです。
もう一度この後です。右にいるのが橋田谷、グラウンダーのボール、あー手が出てます。あーやむを得ないというところですが、橋田谷は退場。さあそしてペナルティーキック、ペナルティーキックを蹴るのは7番、決まった。キャプテンデビッド・プラット、イングランドの窮地を救った。今橋田谷がピッチから去ります。鴨監督が2回3回と今肩を叩きました。その時ウェンブリースタジアム雨が降ってまいりました。すでにロスタイムに入っています。この試合2対1、イングランド1点を勝ち越しています。そして今ホイッスル、東洋の国日本、このウェンブリースタジアムで十分にイングランド代表を敵に回して戦いましたという歴史的な一戦から数日が経ちました。今日もまたこのリバプールに雨が降っていますが、松本郁夫さん、はい、第一戦振り返っていかがですか。いや私もね、数多く全日本の、ゲーム見てきました、はい、時にやっぱり辛口のですね不甲斐ないゲームっていうのもやはりあったんですけども、この間のイングランドの試合は全くですねそういうものがない、文句なしのですね素晴らしいゲームだったと思いますね、はい、特にあの次の日のこのイギリス全土の新聞には、はい、日本代表神風、ショックをイングランド国民に与えたという見出しが踊っていました ね、 ですね。それはもうゲーム内容がまさにね五分五分と言ってよかったですね、はい、ましてやですね船越さんがあと15ミリって言ったあの数のシュート、あれがね入ってたら逆転ガチなんていう場面がね、はい、出てきたようなですね本当に素晴らしいゲームだった三浦、はい、第一声ですね、はい、負けて悔しいんだとそれだけを言ってましたね。そうでしょうね、その言葉が出るだけですね前線というよりも、はい、内容が良かったということで評価できると思いますね、はい、そして北澤は言っていました、いつも惜しいんではもうダメなんだと、はい、惜しい惜しいではなくて、勝つサッカーをしたい、はい、こういう話がありましたね。そうですね、私昨日ね、はい、鴨監督と話しまして、2対1惜しかったですねとこう言いましたらね、はい、松本試合なんてのは勝たなかったら何にもねえぞとこう言われてね、はい、えらいその言葉が今日もですね、残っておりまして、はい、ブラジルのチームにですね多分チャレンジしてですね勝ちたいというそのプレーがですね素晴らしいこのゲームあるいはプレーにつながるような気がしますね、はい、インターナショナルチャレンジ日本にとっての第2戦、日本代表対ブラジル代表の一戦を迎えておりますリバプールのグリソンパーク。突然の雨とそしてチケット売り場の混乱のために試合開始時間が突然15分遅れました。日本時間の午前4時15分のキックオフとなっています。現在ロンドンは午後の8時を回っています。それではブラジルの第一戦、ブラジル対スウェーデンのハイライトをご覧いただきます。94年ワールドカップを制したブラジル代表は青のユニフォーム、序盤からスウェーデンゴールを襲います。そして前半42分ロベルト・カルロスからエジムンド、ブラジルが1点を先制、1対0。その後ブラジル、スウェーデンともにチャンスをつかみますがゴールはなりません。このまま虎の子の1点を守りきったブラジルがスウェーデンを下しています。まずゴールキーパーは先日のイングランド戦で肩を痛めた前川に代わりましてベテランの小島が今日は先発出場です。ベルマーレの小島、29歳初の日本代表です。そしてキャプテンの橋田谷が前回退場処分を受けましたので今日は出場できません。代わってスイーパーポジションにはアジアのリベロ井原です。バックスは17番のオムラが入ってまいりました。マリノス、今日が日本代表としては2試合目、180センチ、身長は高いオムラです。そして3バックのもう一人は田坂が入ります。このところ非常に安定した守備を見せています。少しイングランドピッチは滑る感じがすると話していました。ミッドフィルダー右サイド後方に奈良橋が控えています。ベルマーレ、ブラジル代表は身長は変わらない、やってみます話しています。
左サイド後方には相馬が入りました。20番アントラーズ、今日が3試合目のスタメン出場です。そして日本の鍵を握る男が6番の山口リンクマンです。攻守の起点となります。今日が10試合目の日本代表の出場です。右サイド攻撃的なミッドフィルダーに森島、この森島が非常に今大会は好調です。168センチ、エネルギッシュな動きです。そしてエネルギッシュといえばもう一人、この人8番をつけていますヴェルディ北澤です。今日が日本代表34試合目、一発やると話しています。ツートップはおなじみ、まず11番の三浦、イングランド戦では8本のシュートを放ちました。1本ポストを叩いています。今日はゴールが欲しいところです。ツートップもう一人が14番の中山雅史ゴン、日本代表25試合目、9点目の代表としてのポイントが今日期待されています。そしてサブのメンバーです。下川、柳本、森保、福田、黒崎と入ってきました。昨日の練習では森保、福田を途中から入れていた日本代表加茂監督です。一方のブラジルのメンバーです。ゴールキーパーはサンパウロ FC トヨタカップで来日しているゼッチ、ジョルジーニョが右から、ロベルト・カルロスが左からオーバーラップします。アウダイール、ドリバ、マルシオ・サントスが強固な守備、中盤は8番キャプテンのドゥンガ、この大会の後ジュビロ磐田に入ることが決定しています。11番ジーニョ、そして注目は今世紀最後のブラジルの10番をつける男と言われているジュニーニョです。10番ジュニーニョ、167センチ、若干22歳、20世紀最後のスーパースターになるプレイヤーです。フォワードはスウェーデン戦で決勝点をマークした7番エジムンドと18歳のエース9番のロナウドです。そして控え選手、ジルマール、レオナルド、ロナウド、3人の J リーガー、スタメンのジョルジーニョ、ジーニョと合わせて5人の J リーガーが登録されています。ブラジル、そしてその奥に日本代表出場に控えています。ブラジル代表は日本の J リーガー、もちろんブラジル本国のプロリーガー、イタリア、セリエ A、ドイツ、ブンデスリーガ、ポルトガル、オランダリーグの選手がいます。まさにこの世界のプロリーグに選手を補給する、まあ、偉大な宝庫と言えますね、ブラジル。ということですね、はい。まあ、残念ながらですね、地元ブラジルの所属する選手が今回ね、はい、スケジュールによって来れなかったんですが、まあこのイレブン、まさに世界のですね、頂点に立つチームの選手たちですね。はい、今両チームのスターティングメンバーがこのグリソンパークに入ってきます。割れんばかりの大歓声です。日本時間の4時キックオフ予定の日本代表対ブラジル代表の一戦は雨のため試合開始が遅れています。現在のところ日本時間の4時15分にキックオフの予定です。ものすごい大歓声です。雨になりましたグリソンパーク、しかしその雨を吹き飛ばさんばかりの歓声です。高知19時現在の1時間ほど前の気温が10度、西の風 6.6メーター、ブラジルの国旗が揺れています。それに合わせて日本の国旗も揺れています。ブラジル日本両国国歌の演奏です。
パークに詰めかけています。松本さん、はい、サポーターの皆さんの中にはですね、タイでオリンピック代表の試合を見て、そのままイングランドに来て先週からずっとこの日本代表を応援しているという熱心な半分いらっしゃるそうなんですよ。ですからこの間会いましたらね、はい、松本さん、ぜひねテレビの解説でこういうことを言ってくれて頼まれた一言があるんです。と言いますと、来てみてよかった、はい、第1戦のイングランドの試合ですね、素晴らしかったんで来てよかったっていうことを言ってほしいと。はい、まさにその試合が展開されています。そして今日最も驚きますのは、先日このウェンブリースタジアムで地元イングランドと対戦した時よりも今日はあのブラジルのファンが多いですね。多いですね、やはりこれが何といってもその世界の頂点に立つブラジルの素晴らしいサッカー、はい、ひらめきと、多彩な技術、戦術、これを見たいということ、これがサッカーだというものを見たいんでしょうね。むしろ先日のウェンブリーでイングランドと対戦した時以上にアウェーの感じがします。さて日本のフォーメーションです。やはり6番の山口が攻守の起点、ここが一つのポイントになります。そして奈良橋と相馬、この2人がどれだけ攻め上がれるかというのもポイントになってきますね。はい、そういうことになりますね。その数が多ければ多いほどですね、はい、私は世界のブラジルに日本のサッカーも通じるぞというようなことでですね、判断してもいいと思いますよね。両チームのイレブンがもうピッチの上に散っています。今日のこの試合、日本代表対ブラジル代表の国際 A マッチ、井原の姿が見えます。主審はスコットランドからマカースキーさん、先審はカスカート、オア、両氏、いずれもスコットランドの先進です。今日はキャプテンの柱谷に代わりまして、井原がスイーパーのポジションに入ります。まあ、第一戦のあの柱谷のプレー、はい、結局シュートをですね、ゴールの中入ってたやつを、まあ、日本の勝利をですね、導くために手で掴んだ、はい、ハンドしたそれがですね、咎められて、今日あの出場できなかったんですけども、はい、それに代わって井原、やってくれると思いますよ。はい、さて日本とブラジルの対戦は過去2回あります。オリンピック代表は68年メキシコで1対1の引き分け、フル代表は過去1回しかありません。89年7月23日ブラジルのリオデジャネイロサンリオで対戦しました。この時は1対0で日本代表が惜敗しています。今日の主審のスコットランドのマカースキーさんです。右にエンドを取った青と白のユニフォーム日本、左にエンドを取りましたおなじみカナリア色のブラジル代表、15分遅れてさあキックオフです。日本のキックオフで試合が始まります。日本代表対ブラジル代表、史上2回目の対戦、イングランドリバプールグディソンパーク、時刻は8時15分を回りました。今キックオフされました。中山から三浦、下げて山口、大きく右に展開、森島にボールが通りません。前回のイングランド戦では松本さん、はい、日本代表が非常に前半から積極的にボールを取りに行ったのが目立ちましたね。そうですね、今日そのプレーが出ると、はい、ブラジルの素晴らしいサッカー、はい、ひらめきとですね、その局面というものを打開する非常に多彩な技術というのが出てくるんで、そのイングランドの戦い、はい、今日も続けてほしいと思いますね。
ブーイングが早くも鳴っています。右に展開、鹿島アントラーズのジョルジーニョ、この位置にいます。さあこの人がジョニーニョ、ジョニーニョ右に展開、キャプテンドゥンガ、ドゥンガボールを持っていく、そのまま抜かれた、ドゥンガボールを中に入れる、左サイドにボールが展開しています。ロベルト・カルス走ってきた、今のね、はい、10番のですねジョニーニョ、はい、それと8番のドゥンガ、はい、この2人のですねパスがつながるとですねブラジルのリズムになる、はい、この辺のところをですねじっくり見ていただければと思います。と思いますね、はい、非常に両サイドこのジョルジーニョ、ロベルト・カルロスのスピードもあります。ボールを前に持ってくる、中山ボールを追っていく15番マルシオ・サントス、イタリアリーグフィオレンティーナで活躍しています。この人15番マルシオ・サントス、昨年のワールドカップでは全試合に出場しています。右に展開、2番アントラールズ・ジョルジーニョ、そして10番のジュニーニョ、今日はちょっと下がり気味なジュニーニョ、一旦ボールを戻す、17番ドリバー、ゆっくりとした展開です。11番ジーニョ、日本のフリューゲルスのジーニョです。 J リーガー2人今日も出ています。ジュニーニョは今日はかなり下がってプレーをしています。そうですね、はい、で第1戦のスウェーデンの時は8番のですね、ドゥンガがやや守備的だったんですかね、さあジョルジーニョ、ジョルジーニョ、相馬が当たる、こちらにロナウド、ジョルジーニョ、ロナウドヒールパス、中央で待っているぞ、セッタリング、キーパー小島、コーナーキック、今のね、はい、プレーですね、ヒールキック、非常にこの予測もつかないパス、はい、そしてシュートがですね、センタリングかと思ったら、シュートに行きましたね。さあ、前半早くも1本目、手元の時計でまだ2分です。カーブをかけてきた。これは一旦戻す、もう一度ジュニーニョ、ジュニーニョ中へ、17番ドリバー一旦大きく下げます。アウダイール、イタリアセリエ A エースローマのアウダイール、この人も昨年のワールドカップ全試合に出場しています。前に送ってマルシオ・サントス、もう一度ゆっくり組み立て直します。キャプテンドゥンガ、右サイドジョルジーニョ、このパスはカットした森島、一旦下げます。ドリバー左に大きく展開します。この位置にジュニーニョ、ジュニーニョ左に展開、ロベルト・カルロスがジュニーニョ、そしてロベルト・カルロスへのパスカット、大村がパスをカットしました。今日もピッチの間近では野口敦史アナウンサーが情報を随時入れてくれることになっています。野口さん、はい、鴨監督はね、日本のサッカーをやるだけだと、うん、特別変わったことをやるつもりは一切ないと言って、はい、世界チャンピオンのブラジル戦といっても前線でボールを奪って前へ前へと進んでいく、はい、攻撃サッカーに変わりはないことを約束しましたね。あ、そうですか、はい、そしてカズはね、はい、ウェンブリーでは確かにいいゲームをして自信につながったかもしれないけれども、うん、サッカーは勝たなきゃしょうがないんだよ、あ、でもブラジルはそう簡単に日本にサッカーをさせてくれないだろうねとこう話していましたよ。あ、そうですか、このあたりはやはりブラジルのトップチームサントスでも若い頃プレーをしていた、十分にブラジルのサッカーを知り尽くしています。今日キャプテンマークをつけている11番のカズ、これはドゥンガの飛び出しが早くオフサイドです。まず一度ブラジルがいい形を作りました。ただ日本は形、攻めの形はできていませんね、ブラジルはやはりね最終ラインで今組み立てを中盤ハーフラインよりもちょっと後ろめでやってますよね、はい、それだけブラジルのリズムになってますね、ジュニーニョ、この人は危険なプレイヤーだ、10番ジュニーニョ、北沢から山口、相馬、前に送って森島、この位置に森島が下がっています。そしてカズ、キャプテンカズ、ボールを取られた、ドゥンガからジョルジーニョ、中央に送ってジーニョ、最高峰アウダイールが控えています。左に送ってマルシオ・サントス、またフィールダー中に入ってきたが、これはキーパー小島が出ます。ロッとボールを弾きました。かなり芝生が雨を含んでいますね、非常にね、はい、ゴールが早く来ますんでね、特にキーパーは要注意ですね。そのあたりいかがでしょうか、船越さん、小島はね、芝は滑りやすいけれども、うん、下の土がしっかりしてるから心配はないですよと、そうです、話していたんですけれどもね、ここへ来てまた少し雨が強くなってきましたよ、はい、ところによってこの後大雨が降るかもしれないというロンドンから北西におよそ300キロのリバプールのブディソンパークです。左サイドに大きく展開、6番ロベルト・カルロス、前にボールを送る、ちょっとユニフォームを引っ張りました。
京ブラジルの時はですね、はい、特にペナルティーエリアのちょっと外側ですね、ここでファールをしないことですね、はい、とにかく素晴らしいフリーキックが飛んできますんで、はい、ルンが中を見ている、ルンが中を見ている、ルンがロングシュートに行った、キャプテンルンガのロングシュート。ルンガは現在ドイツのシュツガルトに席を置いていますが、この大会の後日本のジュビロ磐田に入ることが決まっています。さあ9番ロナウド、ロナウドが18歳のブラジルのエースです。まさかちょっと危ないぞ、危ないプレーだ、シュートに行った、ゴール6番ロベルト・カルロス、手元の時計で前半6分、ものすごい一瞬の隙を突かれました日本、矢のようなシュートが日本のゴールを揺さぶりました。この高さのちょっとした迷い、一瞬のイランのライン、そしていきなりシュート、ブラジル名門のパルメイラスに席を置いているロベルト・カルロス、抑えた素晴らしく速いシュートでした。このシュートもね、はい、ものすごい素晴らしいシュートですけども、それよりも前のですね、中盤のボールのね、パスワーク、はい、それから組み立て、そこのダイレクトパスとですね、小さな局面の突破するこの戦術眼ね、はい、これがもう今前半立ち上がりまだ9分10分近くですけれども、今日のブラジルはこれ素晴らしいサッカーしますね、はい、6番パルメイラス、今日の出場が15試合目というロベルト・カルロス、ブラジル代表に入って初めての得点をマークしました。日本前半の6分に1点を失っています。さあまたキャプテンドゥンがヒールパス、これは井原がカット、この辺りは代表歴単独2位に上がってきました。井原が落ち着いています。中山ボールを取られた、ジュニーニョだ、ジュニーニョ、ドゥンガ、キャプテンドゥンガ、井原がマーク、これはホイッスルが鳴っています。日本の反則です。ジョルジーニョちょんと蹴ってドゥンガ中央にパスを入れる、ジーニョ、ジュニーニョ中に通すが、これはカット、カズが前に送って相馬、相馬からカズ、カズがかなり引いています、前に送って中山、中山ボールを取った、一旦下げて相馬だが、これもカットされた。アウダイール、最高峰のアウダイールが上がってきている。そしてドリバ、大きな拍手です。左に展開しますロベルト・カルロス、前にボールを送ってエジムンド、このパスワークの速さ、はい、それからですね、相手の守備の状況に応じてもパスの角度がものすごく変わりますよね、はい、ジョルジーニョ一旦下げてドリバ、前にボールを送りますが、この位置にブラジルの選手はいません。日本とにかくまだ1点ですから、落ち着いて自分たちのサッカーをすることですね、それとね、はい、一つはやはり守備のところで、できるだけタッチライン、タッチラインを追い込む外側へのですね、守備というものをした方がいいですね、はい、数前にボールを送って11番リューゲルスのジーニョ、これ今外追い込みましたね、はい、向こう側だったら向こう側だけのですね、要するに追いこういう追い込み方ね、はい、こういう守備が大切だと思いますよ、はい、日本山口ボールを持っている、前にボールを持っていく、倒れた、ホイッスル、これはブラジルの反則です、日本ボールになります。それともう一つ日本のチーム大切なのはね、はい、今あまりにもブラジルのパスワークが速いために、はい、ボールに釣られちゃってるんですよね、ボールに、はい、敵の動きというものの確認ができない、一度ですね落ち着いて自分のマークというものをですねしっかり確認、ま、する周りを見るプレーが必要ですね、はい、7番エジムンド、カサカ、ロナウドからジュニーニョ、ジュニーニョポーンと上げてロナウドへ、とにかく10番のジュニーニョは167センチ22歳という選手です。もう一度見てみましょう、今の田坂、あちょっと一瞬迷いました。そしてこのシュート、前半の6分、やはり一瞬の迷いもブラジル代表は許してくれませんね。ドリバボールを奪って最高峰マルシオサントス、前に送ってキャプテンドゥンガ、このボールを奪った森島、この辺りのボールの扱いはさすがにブラジル代表です。最高峰アウダイール、右に送ってジョルジーニョ、長いボールを入れますが、これはキーパーの小島が出ます。とにかく今立ち上がり10分ちょっと過ぎましたけどもね、はい、この緩急のサッカー、はい、ゆっくりしてるところから速くなる、速くなったところから今度は外側にゴールが開かれるなんて、はい、ジュニーニョ
はい、こういうプレーね、右に展開ジュニーニョ、変化が多すぎてですね、はい、日本の選手たち今ついてきませんね。さあワンツージュニーニョ、ジュニーニョ、この人は危険だ、ジュニーニョ危険だ、シュート、キーパー取った。今世紀最後のスーパースターと言われている10番ジュニーニョ、サンパウロ FC に所属しています。代表歴わずかに今日が6試合目ですが、ドゥンガがヨーロッパに行っている時にはブラジル代表のキャプテンも務めたことがあるというジュニーニョです。前にボールを送るロナウドからエジムンドへのパスが通りません。船越さん、はい、井原はねこのジュニーニョのドリブル突破を、すごく気をつけてますね。恐れている。その対策は2つしかないと、はい、2つ、ジュニーニョの前にスペースをまずは与えないこと、うん、そしてもう1つは前を向いてボールを持たせないこと、これを徹底するしかないと話していますね、はい、さあ森島ボールを奪った、前にボールを送って中山へ、これはオフサイド。ジュニーニョは16歳でサンパウロ FC ユースに入りました。91年に早くも18歳の時トップチーム、トップに入った時には身長はわずかに161センチしかなかったそうです。しかしその161センチ薄っぺらい体は入団当時のジーコと同じだと言われました。さあ相馬が前にボールを送るがパスが通りません。キャプテンドゥンガ、アウダイール、前に送ってそのジュニーニョだ、ジュニーニョだ、ジュニーニョだ、危ない、北澤が追っている、北澤ハードアタック、ジュニーニョ、北澤、これは反則です。今ね10番のですね、はい、ジュニーニョが出ましたけども、もう一人ですね9番のロナウド、はい、18歳、うん、この選手も注目しないといけませんね、はい、左に送って7番エジムンド、エジムンド、中山マークしている、森島も行った、2人がかりでボールを取った、中山右に展開、あっとこのボール取られました。小村が前に出ていきましたがボールを奪われています。アウダイール右に展開、アントラーズのジョルジーニョ中央にいる、ジュニーの前にいるが一旦キャプテンのドゥンガにボールを渡した、大きくサイドチェンジ、この位置に6番ロベルト・カルロス、そしてエジムンド、エジムンドからもう一度ロベルト・カルロス、追っているのは森島、森島ボールを取った、日本、さあ展開、山口、山口が前に置くが、この位置にはきっちりマークしているジョルジーニョ、11番ジーニョ、依然として霧雨、雨に煙るこのスタジアムです。雨のために試合開始が15分遅れました。さあ日本、カズ、カズ前方に、前方にカズのシュート、カズ思い切ってシュートに行った、これはキーパーが取りました、ゼッチ、カズが思い切って日本のファーストシュートを打ちました。やはり雨でグラウンドが濡れていますから思い切って打っていっていいですね、はい、今のタイミングがいいですね、はい、第1戦のイングランド戦でも両チーム合わせて最多の8本のシュートを打っています。さあこれはオフサイドはないぞ、オフサイドない、よーキーパー遅れた、小島がよくれた、小島ファインプレー、これは小島のファインプレー。それとね、はい、今のあの8番のですね、ドゥンガ、この前の第1試合の時スウェーデンの試合はですねあそこまで出てきてないんですよ、はい、ですから多分ね日本はですねこのドゥンガの最前線に飛び込んでくるプレートの予測してないからどうしてもフリーになってますね。それにしてもよく飛び出しました日本、ベルマーレ、29歳の小島、29歳ですが今日が代表で初めて出場する試合です。さあこの位置でフリーキックが与えられました。前半手元の時計で14分、前半の6分にブラジルロベルト・カルロスの1点先制点を奪っています。さあこの位置のフリーキック、ドゥンガ、そしてジョルジーノ、右サイドにいます、蹴るのはロベルト・カルロスか、この人は PK の専門職でもあります、6番ロベルト・カルロス、ロベルト・カルロスなら直接だ、狙ってきた、キーパー取った、取りました。このロベルト・カルロスのキック力も要注意ですね、特に左足ですね、はい、先ほどのシュート、それから今のフリーキックね、はい、とにかく左足のスペシャリストですね。さあ日本、オムラがゆっくりとボールを持っています。今日は柱谷があのイングランド戦での退場処分のために1試合出場が停止となっています。さあ日本、奈良橋ボールを取りに行ったが取られた、ゆっくり展開、ブラジル前にボールを送ったロナウドだ、井原が回る、ロナウド、ロナウド危険な、小島、小島がよく飛び出している、あ初めて出場する小島いいじゃないですか、いいですね、はい、それよりもね、ええ、わずか一つのミスが失点に結びつきますね、はい、そのくらい厳しいレベルの高いブラジルですよ。ジョルジーニョ、北澤マークする、ジョルジーニョ、中にロナウドがいる、ジョルジーニョ、相馬、コーナーキックに逃げるのが精一杯か、
前半2本目のコーナーキックになります。ブラジル、蹴るのは11番ジーニョ、横浜フリューゲルスに席を置いています。低いボールだ、クリアします。日本、山口がクリアした。ボールに絡んでいったのはジュニーニョ、一旦ゆっくり戻して、ドリバアウダイールにボールを送ります。この辺りはブラジルゆっくりと展開します。ポーンと浮かせました。ボールは浮いてるぞ、日本クリア、なんとかクリアしました。右サイド、ちらっと振り返ったジョルジーニョ、スローイングになります。ドリバ前を向いている、低いボールで送りましたが、これは山口がボールを取って左サイド、ちょっとボールが足につかない。ジュニーニョだ、ジュニーニョ、変幻自在のドリブル、一旦左に叩いた、中央に待っている、ジャーッとキーパー弾いた、キーパーよく弾いた。まだ展開しているエジムンド、後ろを見る、エジムンドだ、ドゥンガイのパスが通りません。ゴールキックになります。この小島が今日は大忙し、まあ、大体代表チームのゲームというのはですね、はい、第1試合よりも第2試合の方がコンディションが良くなるんですよね、はい、今日のこのブラジル立ち上がりから非常にいいこのコンディションのもとに、はい、自分たちの持っている力を全て今出し切っているという感じ で、 そうですか。これはもう日本代表大変なんてもんじゃないですね、はい、相馬、田坂、山口、北沢左に、あっと左にカズがいたんですが、そのカズに送りませんでした。相馬ボールを取った、カズが左に開いている、カズが左に開いているぞ、中にボールを入れた、中山のシュート、惜しい、中山のシュートは惜しかった。しかし日本いい展開だ、今のは1点ですね、はい、完全に相馬が非常にいいボールをセンタリング、クロスボールですね、はい、中を切った相馬が今中央に切れ込んでいきました。左にカズが開いていました。ここですね、はい、この画面に言いますと右側、そのカズにちょっと気を取られたブラジル代表、これは決めてほしかった中山、同サイドを狙ってよかったですね、はい、ちょっと大事に行き過ぎた感があります。とにかく東の端の国から来た日本、これだけやれるんだというところを見せたいと話していました。今のはね、はい、3番のアウダイルからですね、ミスパスが出たものをですね、はい、チャンスに結びつけたんですね。こういうサッカー必要でしょう、ドゥンガがジュニーニョだ、ジュニーニョ打ってくるぞ、ジュニーニョ流れた。ですから味方のですね、日本ゴール前から組み立てたでチャンスを作るということはなかなか難しいと思うんですよ、はい、ですからハーフラインより相手ゾーンでですね、相手のミスをうまくですねシュートに結びつけてしまう、その攻撃っていうのが日本のチームにとったら非常に大切かもしれませんね、はい、少しまた雨が激しくなってきました。イングランド中部にありますリバプールグリソンパークスタジアムです。イングランドのプレミアリーグ1部のエバートンの本拠地でもあります。さあ奈良橋が上がってきた、森島にボールを送る、右サイド、ボールが一旦下げる、奈良橋だ、前にボールを送って森島、あっとこのボールがつながらない。気がついてみますとゴール裏はほとんどもう満員になりました。4万人を収容しますグリソンパーク、エバートンの本拠地です。エジムンのボールを追っていく、1対0とブラジル代表、前半の6分に1点を先制しています。ジュニーニョ倒した、山口の反則だ、この位置でフリーキック。このフリーキックはね、はい、多分直接来るかもしれません。その時はね、はい、このバックスに当たる可能性がある、ええ、こぼれたボールをですね処理するということを頭に置いていかないといけませんね。9番のロナウドが前にいます。 PS ハオアイントホーフェンのロナウド、9番18歳です。蹴るのはジュニーニョか、いや直接狙うのか、直接行った、キーパー弾いた、すごいシュートだ。さあまだジョルジーニョ中にボールを入れる、キーパーは止めない、まだもう一度ボールは来ている、まあ、今のシュートを一つ見てもね、はい、これが世界のプレイヤーだというね、よく矢のようなシュートと言いますが矢ではありませんね、もうバズーカ砲が鉄砲のようなスピードできます。これはハンドリングです。
恐ろしいシュートが来ました。あの6番のね、このロベルト・カルロス、これ左足、22歳の選手ですよ、はい、そして身長168センチの69キロという日本人よりも低いぐらい、小さいぐらいですよね。そして今のキック力もさることながら、100メートルを10秒台で走る超俊足ドリブラーでもあるんです。ですから左サイドのね、はい、まあウイングバックと言われているポジション、守備も行うけれども中盤で組み立てる、今のように最終ラインを突破してシュートしてしまうというね、はい、これはゴールキックになります。ん？ゴールキックです。1対0と日本代表対ブラジル代表は、ブラジル代表が1点を先制しています。依然として寒暖なく雨が降り続いています。雨のために試合開始が15分遅れました。今日の一戦です。インターナショナルチャレンジ、日本代表は第2戦、第1戦はイングランドに2対1と惜敗しました。迎えて今日が2戦目です。カナリア色のブラジル代表、ワールドカップ15回すべての大会に出場しています。4回の優勝は最多の優勝です。早い、これが早い。ロベルト・カルロス、中央ロナウドが待っている、ヒールキックだ。エジムンドボールを取る、中に入れる、このボールをカットした。日本カズ、カズがここまで下がっていた。北沢左サイドボールを切った。相馬前を中山が走っている。カズも来た、中山も来た、カズもいる、森島もいるぞ。中にボールを入れた、低いボールだ。打てるか森島、打てない、打てません。森島ボールを取りに行く、まだ日本ボールだ。一旦下げる奈良橋、山口にボールを送った。左サイド相馬が空いている。小村にボールを渡した。小村からその相馬へ展開。北沢中にいるが、小村からその北沢へ、おっと北沢スルーした。ドゥンガ危険だぞ。エジムンド右サイド、ロナウドが走っている。エジムンドボールを持っていく、これは倒れた。ホイッスル、もう一度やり直しです。フリーキック、手元の時計で前半のまもなく23分を迎えます。左にボールを振ったジュニーニョ、ジュニーの左に流す、ロベルトカス打ってくるぞ。もうとにかくペナルティーエリアの外でもこの人のシュートは本当に怖い。まあ、あのブラジルの素晴らしい攻撃もですね目立ちますけども、はい、日本の攻撃も2つほどチャンスを作った。左サイドから、はい、相馬のセンタリングがありましたね、あの時はねブラジルのバックス3人が戻りきれてない、はい、つまり相手のゴール前が非常に薄いところでの速攻なんですね、はい、これをね日本のチームやったらいいですね、はい、先ほどは少し時間をかけすぎた感がありましたね。さあまたブラジルがボールを持って、カズにボールが当たった。さあチャンスだ、カズから中山、中山ボールを取って一旦戻る。ジーニョ前にボールを送る、これもミスキックだ。非常に雨がまた一段と激しくなってきました。こちらの時間1時間30分ほど前になりますが、気温が10度、緯度にしますとカラフトの最北端と同じ位置にありますリバプール、非常に肌寒くなっています。ほとんどの観衆の皆さんは今日はコートを着て観戦しています。さあ日本ボールのフリーキック、もう少し前からフリーキックです。さあこれはどうしますか。中央に中山と、そして森島、北沢がいます。蹴るのはカズ、そして小村を前に上げました。今ね、はい、小村がゴール前出てきましたから、小村に合わせることがいいかもしれませんね。ちょっとボールが長いか、おっとこれ走り込んだのは北沢だ。しかしボールが長すぎます。平越さん、はい、だいぶ雨が強くなってきましたね。そうですね、芝の上に水がちょっと浮き出してきましたね、はい、でグラウンダーのパスが止まりやすくなっています。今おご覧のように雨に濡れているスタジアム、マリオ・ザガロ監督、ブラジル代表をゆっくりと展開します。このスタジアムはイングランドプレミアリーグエバートンのホームスタジアム、1892年といいますから明治25年に建設されました。100年を超える伝統あるスタジアムです。ジュニーニョ、三原が出ます。収容人員は4万人、当初は8万人を収容したといいますが改築を重ねました。さあボールを前に送る、ロナウド18歳、ロナウド打ってくるか、キーパー抑えます。ちなみにこのリバプールにはもう一つプレミアリーグの人気チーム、その名もリバプールが存在し、
このスタジアムの目と鼻と先に同じような素晴らしいスタジアムがあり、町の人気を二分しています。今年エバートンが FA カップに優勝、リバプールはプレミアリーグ上位で健闘し、大いに町は沸きました。リバプール、エバートンともにトヨタカップ、インターコンチネンタルカップで東京に来ています。おなじみのチームです。大きく左に展開、ロベルト・カルドス、まあ、こういうところがね、はい、ワールドサッカーなんですよ。1人でボール持ってるところ 4,5 人ですね、守備者を引き寄せといて、はい、長いパスでそこをあの打開してしまうという ね、しかも正確なんです、そのパスが。日本もサイドチェンジしますが、これはジョルジーニョ、前に送ってロナウド、オフサイドありません。ジョルジーニョ、ジョルジーニョ、ロナウドにボールを送った、井原がマークしている、井原がクリア。日本の井原は今日が76試合目の出場、あと4試合で日本代表として最多の記録80、ヴェルディ川崎の津波選手に並びます。まあ、とにかくイングランド戦ではワンポイントをマークしまして、 BBC、スカイスポーツなどのインタビューを盛んに受けていました。さあまた日本ピンチだ。エジムンド、エジムンドボールを持っている、一旦下がってエジムンドが中にいるが山口だ、山口ボールを取った、前に中山がいる、中山にボールを送った、中山がボールを持って、あー取られた。ジーニョ、フリューゲルスのジーニョ、左に送る、ジュニーニョ、サンパウロ FC ジュニーニョ、今世紀最後の10番ジュニーニョから、あのボールを送って中にいたロナウド、相馬がボールを取っています。ただブラジルのサッカー見てて面白いですね、はい、素晴らしい。とにかくね、一人一人この選手たちのボール扱いがですね、はい、どんなボールでも自由に手で扱う以上にですね、正確に扱っちゃう、そこからですねパスワーク、ドリブル、あるいはグループによるですね相手への突破ね、見事なもんですね、はい、北沢一旦下げて、山口、山口左サイド、相馬が上がっている、その相馬へ、相馬ボールを取った、森島ワンツー、うわーっとカズから相馬へのパスが流れました。もう一度相馬、中を見てヒールキックでカズへ、カズがボールを取った、森島、森島からカズ、前に中山がいる、カズから森島、いいパスだ、あっとこれは長いか、ちょっと長い、カズです。今のはね、はい、中山がね外側に流れればですね相手がくっついてきますから、数のドリブルコースができたんですよね。あるいはもしついてこなかったら中山にパスで、数の今のパスワークの方がやっぱり正解だったんですね。さあ相馬ボール取った、この位置はチャンスだ、中に数がいる、中山を走り込んだ、中に入れたが長い、中に入れたが長い、ちょっと長かった。今日はして相馬が積極的に上がってきますね。いいですね、先ほどからね2つゴール前ですね、はい、決定的なチャンスを作り、今もですね決してセンタリング悪くはないですね、はい、相馬は鹿島アントラーズに所属しています。まあ、相手はブラジル代表、非常に大変な相手ではあるが、しかしチームメートのジョルジーニョと相対する位置にいます。まあ、その分は少し心なしかやりやすい部分もあります。恐れるに足りることはありませんという話をしていました。さあまたブラジル中にボールを入れる、これは反則だ、相馬に反則がありました。雨のために15分キックオフが遅れました。日本代表対ブラジル代表、今雨はほとんど小闇になりました。前半のまもなく手元の時計で30分を迎えます。1対0とブラジルが1点をリードしています。大きくサイドチェンジ、ロベルト・カルドスにボールを送った、中にボールを入れる15番マルシオ・サントス、中央に入れた、非常に強いロナウドのシュートはキーパー正面。フル代表が初めて対戦したのは89年の7月ブラジルでした。この時のブラジル代表はフォワードにカレッタ、ロマーリオ、ベベト、中盤にドゥンガ、バックスにはブランコ、アウダイール、ゴールキーパータファレルというベストメンバーでしたが、日本は大前線。さあ日本ボールを持って、このボールはカットされました。相馬がボールを持って前にボールを送るが、この位置には誰もいません。89年の試合は前半0対0、後半も29分まで0対0、あわやと思わせたんですが、途中から出場してきましたあのビスマルクにゴールを許しまして、1対0で敗れています。その試合に出場していたのは日本、現在も代表メンバーは井原と黒崎です。右にボールを送ったブラジル、ジョルジーニョ、中にボールを送ってジーニョ、一旦下げます、ドリバ、左サイド、ロベルト・カルドス、日本ボールを取った、中山倒されたが、これはプレーオン、カズ、カズ、
カズポーンとかした中山に、この辺の守備は強固です。少しね、はい、ブラジルがミスが出てきたことと、はい、それから日本のチームがあの速いパスワークに慣れてきましたね、はい、ですから中盤からですね、相手ゴールに対して攻める時間というのがですね、多くなってきましたね、はい、この時間を無失点で切り抜けることが大切ですよね、はい、中にボールを入れた、この位置に走り込んできたジョルジーニョ、中に送ったエジムンド、エジムンド、田坂、田坂がなんとかボールを入れた、しかしまだ持っているキャプテンドゥンガ、ドゥンガボールを持っている、3人がかりだ、しかしドゥンガ強い、日本4人がかり、しかしドゥンガだ、この当たりはすごい、ブラジル一旦ボールを下げます。まさにすごい、はい、4人に囲まれてですね、股の下を抜きね、はい、スライディング来たやつをかわす、はい、ロナウド一旦下げた、ロナウドワンツー、あっとこれは通らない、ドゥンガ、あっとボールの中に入っているが、この位置にブラジルの選手はいません。大きな拍手です。まあ、あの瞬間にですね、はい、なぜこういうプレーというものが頭の中にひらめくか、ひらめいたそのプレーをですね、4人がかりでしたが、足で表現しちゃうんですからね、はい、いやー素晴らしい。ワールドランキング現在1位、そしてなんといっても昨年のワールドカップ優勝のブラジル代表ジョルジーニョ、前にボールを送ったジュニーニョだ、ジュニーニョ、中にロナウドがいるぞ、ジュニーニョボールを持っている、下げるのか、ジュニーニョ、ジュニーニョ、ジュニーニョボールを持って下げた、ドリバ最高峰アウダイール、左に送ってマルショーサントス、前にボールを送ってキャプテンドゥンガ、ドゥンガ前を見た、前にボールを送るが日本カットか、山田まだボールはロナウドだ、来た、日本ピンチだ、ボールを浮かせた、エジムンド、相馬、エジムンド、エジムンド、空振り、危ない、いや船越さん、はい、来たっていう言葉何ですか、これ、いやゴール前とにかく来たぞ来たぞという、はい、何かこうじわ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 ね、ボールが日本のゴールに近づいてくると非常に危険な感じがしますね。何が出てくるかわからない、はい、これはブラジルの反則です。しかしまだ失点はわずかに1点です。日本手元の時計で後半まもなく前半の33分、北沢右にボールを振って奈良橋、やはり奈良橋まだ前にあまり上がれません。森島下げた、奈良橋、相馬にボールを送る、相馬、相馬ボールを取った、前にカズがいる、中央に中山がいるが、ポーンとボールを浮かして森島へ、北沢、北沢ボールを取った、奈良橋、奈良橋のロングシュート、左に大きく切れた、日本これが3本目のシュートになります。カズ、中山、そして奈良橋、一本中山の決定的な場面がありました。今ね、はい、あの観衆がですね、拍手でこの日本のプレーを褒めてくれたでしょ、はい、なぜかって言いましたら7人攻撃入ってましたからね、はい、この積極的なですねサッカーとシュートまで持っていった素晴らしいプレー、これへの褒めですね、はい、右に展開しますジョルジーニョ、アントラーズのジョルジーニョ、両雄のレオナルドは今日はサブのメンバーに入っています。エジムンド、スウェーデン戦では決勝のゴールをマークしているエジムンド、そしてジーニョ、左に展開ロベルト・カルドス、追っていくのは奈良橋、そしてジーニョ、もう一度ロベルト・カルドス、ポーンと中に入れたドゥンガ、ヘディングで流してジュニーニョ、ドゥンガがボールを持って浮かして左に展開ロベルト・カルドス、中にボールを入れる、この辺りは危険だ、真ん中にボールが入ってきた、ドゥンガ中に入れた、ロナウド、もう一度組み立て直します。ロナウドがジュニーニョへ、ロナウド浮かせた、下げた、中に入れる、さあバックスを割って、おっとこのボールを取ったのカズ、カズボールを取った、倒された、ホイッスル、左に展開相馬、早いリスタートだ、中山がいる、森島と中山が前にいる、山口曲がってきた、中山にボールを送った、中に入ってきたカズ、カズが中に入ってきた、中山抜けるか、センタリングを送れるか、あっとダメだ、ドゥンガ、ドゥンガボールを取った、最高峰のアウダイールが上がってきた、アウダイール上がってきている、ロナウドが前に入ってきた、左に展開、エジムンド、エジムンド、エジムンドロングシュートがあるぞ、エジムンド、エジムンド、ペナルティーエリアの中、エジムンドシュート、うわー、クロスバー、クロスバーで当たった、まだボールが来ているジーニョ、ジーニョ、ジーニョ、ジーニョボールを持った、フリューゲルスのジーニョ、このボールはコーナーキック。
とにかく相手の守備が厳しければ厳しいほど、スペースが狭ければ狭いほどですね、素晴らしいプレーが出る、はい。前半の35分、ブラジルシュートはすでに8本数えています。1対0、コーナーキック3本目、9番のロナウドが中央にいる。そのエジムンドのシュート、クリアしたのはイハラ。ボールを取ったロベルト・カルロス、中にボールを入れるロベルト・カルロス、ヘディングのボールを落とす、速い、中にボールを入れる、奈良市クリア。さあつなげるか、森島、前に走っていくのは北沢か。それとね、はい、とにかくこの36分ですか今ね、はい、この中で、ね、何が目立つかって言いましたら、このブラジルの選手たち1回で次のプレーに全部ボールを処理する、はい、2度触らないね、このボールコントロールの素晴らしさですよ、はい、受ける体勢がもう次のプレーを予測しています。ドゥンガ、ドゥンガボールを持って中に入れた、ジュニーニョ倒れた、これはペナルティーエリアの外でしょうか。それとそのボールを触る時のですね、はい、トップスピードでボールコントロールを絶対失わないんですね、一つ一つのプレー見応えがありますね。あ、ここはまた危険です。6番のロベルト・カルロスが前にいます。10番のジュニーニョがボールを蹴るんであれば9番のロナウドに合わせるんでしょう。ロベルト・カルロスなら直接来ます。画面ボールが触っているのがロベルト・カルロス、向こう側にいるのがジュニーニョ、壁は 1,2,3,4,5 枚、どちらか直接、あ、ジュニーニョ、ジュニーニョ直接行った。こういうプレーもあるんですか。とにかくもう、はい、これはもうこれまでの歴史の中で ねブラジルのゴール前のフリーキックは、はい、ロングシュート、キーパー弾いた、キャプテンドゥンガのロングシュート、シュートは早くも10本、ショートコーナーを使ったエジムンド、中に体勢を入れ直す、この辺りで細かくボールをつなぐとピンチだ日本。森島、これは日本ボールか。小島が今日は本当に働いています。もう一度群馬のロングシュート、日本ピンチだ、ボールが抜けている、中に入れた、キーパー出た、キーパー小島が出ます。いやいや、もう本当によく小島が右に左に上に下に働いています。今日が代表として初めて試合に出場するベルマーレの小島、ベテラン29歳、これも手で触らなければ完全にゴールというシーンでした。よく出ましたね。もう行ってみましょう。エジムンド、ポーンと浮かせたシュートはクロスバーでした。7番のエジムンドは第1戦のスウェーデン戦で決勝のゴールを挙げています。ブラジル名門のパルメイラスから今年フラメンゴに移籍をしました。なんでも地元ブラジルではカメラマンにすぐ暴力を働くというので問題児と言われているそうなんですが、しかし同志同士で今回は非常に働いています。さあ日本、カズがボールを取った、ヒールで中山へ、中山に流した、相馬が上がってきた、さあ中央切り込んだ、カズにボールを送れるか、カズが中央にいる、グランダーのボールはキーパー直接だ、今のはシュートですね、シュートに行きましたか、あ、さあ一転して早い展開を、今度はブラジル、ジュニーニョへボールが送られるが、これはタッチラインを割っています。手元の時計で間もなく前半の40分を迎えます。前半6分に1点を失った日本ですが、その後は本当にゴールキーパー小島を中心によく守っています。奈良橋、ボールを前に送る、中山にボールが通らない、タッチラインを割っています。あ、このグリソンパーク、日本の歓声が湧き上がりました。およそ300人以上のサポーターが日本から駆けつけています。しかしおそらく今日はそれ以上にブラジルのサッカーファンが多くスタジアムに詰めかけているでしょう。1対0とブラジル代表1点リード。キャプテンドゥンガボールを取った、ゆっくりとした展開です。この、はい、ゆっくりしたですね展開の時が一番要注意です。要注意、ここからですね、はい、突然スピードが上がりますから、ここですね、上がってくるか、エジムンド、中山タックルに行った、左サイドロベルト・カルロス、ポーンと展開、中央ドゥンガ、
北沢頭に触る、ジュニーニョ一旦下げる、アウダイール、また越してゆっくりと展開、ジュニーニョ下がってきた、中に送ったジーニョ、前に送ったドゥンガ、ドゥンガどうするか、ドゥンガどうするか、行った、シュートに行きました。フッというこのフェイントが実に巧みです、それはもう今なんかはね、このパスをくれって言って走ってる選手をですね、する動きにしておいて、はい、パス出すという格好でですね、ここです、この後です、ですね、もう一回切り返してシュート。ドイツブンデスリーガーのシュットガルトに所属しています。この大会の後ジュビロ磐田に入ってきます。もちろん押しも押されぬブラジル代表のキャプテンを務めています。昨年のワールドカップでも全試合キャプテンとしてこのブラジル代表をまとめてきました。キーパーの小島がボールを取りました。この中でですね、はい、世界のベストイレブンが3人いますよ、はい、2番のジョルジーニョね、はい、それから8番のドゥンガ、それからもう一人ですね、15番のマルシオ・サントス、はい、この3人が去年のワールドカップのベストイレブンですね。そうですね。そして時代を担うと言われているのが10番のジュニーニョ、まだ22歳、今ボールを受けました。あの3年前になりますか、トヨタカップでサンパウロ FC が来日した時に、当時まだ若干10代のこのジュニーニョ、テレサンターナ監督は途中出場で使いました。もうその10代にして将来のブラジルを代表する選手になることは私が確約すると、あの名将テレサンターナが話したジュニーニョ、10番です。そのジュニーニョもですね、はい、まだまだね、あと若い選手が今ゾロゾロ出てきてるんですよ、例えばフォワードにね、アムロードという21歳の選手ね、はい、元ベルディーニの選手ですね、はい、それからソウザという20歳、はい、サビオ21歳というね、もうきらめくのごとくですね、後が出てきてますんで、さあこの位置で1人選手が倒れています。2番の奈良橋、非常に倒れているのはロベルト・カルロスか、少し足がかかりました。船越さん、はい、右足のすねのあたりを押さえてますね。ああそうですか。ブラジルの名門パルメイラスに所属しているロベルト・カルロス、今日が代表として15試合目の出場ですが、待望のゴールを前半の6分に挙げています。ブラジル国民すべてが憧れるカナリア色のブラジル代表のユニフォーム、そのユニフォームを身にまといましてポイントを挙げましたロベルト・カルロス。最高峰から中にボールを入れるロナウドへ、ボールが通りません。ブラジルは南米大陸の半分近く、日本の23倍の面積を持ちます。人口は1億7000万人、日本より多いという程度です。しかしサッカーとしては超大国、4回のワールドカップの優勝、ペレ、ジーコ、ファルカン、トニーニョ・セレーゾ、ロマーリオ・カレッカ、本当のスーパースターを生んでまいりました。さあ日本ボールを中に入れる中山、なかなかボールは取れない。ジョルジーニョ、フェイントをかけて左サイドに展開、ロベルト・カルロス、ロベルト・カルロスがジュニーニョへ大きな展開。ジュニーニョボールを取った、さあピンチになった日本、中にロナウドがいるぞ、ジュニーニョボールを取った、中に出たドゥンガ、ドゥンガ見てジョルジーニョへ、中にボールを得るエジムンドからジョルジーニョ、中にロナウドが待っている、さあ直接行くのか、これはクリアした日本、相馬。まあ相馬とジョルジーニョはね、はい、アントラーズのチームメートですから、さあ前半は残り1分を切っているカズだ、カズがボールを持っている、前に森島、その森島にボールを送った、中に中山がいる、中山がいるが森島中央に送った、さあ勝ったぞ、まだ北沢ボールを取られた、まだ日本ボールを支配している、左に展開、カズ、カズボールに追いつくか、中に中山が待っている、中山に折り返した、中山ボールを取りに行く、タッチラインが終わりました。8番の分が、はい、本当に力いっぱいのプレーしてますね。あ、身を挺してというプレーが随所で出てますもんね、はい、31歳ベテランの選手ですよ、はい、今取りに行ってます、相馬、相馬が中に入れる、中山、中山ポーンと落として森島へ、繋がらない、まだ日本ボールを支配、北沢、カズ、カズ抜けるか、ボールが浮いている、手元の時計ですね、45分を回っています。前半です、1対0とブラジル1点リード。ロナウド、後ろにボールを返す、ジーニョ、ゆっくりと左に展開、ロベルト・カルロス、前に送ったジーニョだ、中央にロナウドがいる、ジーニョ、リューゲルスのジーニョ、
マークしているのは井原、一旦展開して、さあ日本ボールを取った、中山ここまで下がっていた、北沢が左に展開するが、ここに相馬がいません。相馬が下がっていきます。すでに前半はロスタイムに入っています。1対0とブラジルが1点のリード。ここでホイッスル、前半終了。前半の6分にロベルト・カルロスの先制ゴールでブラジル代表がゲームからピッチに向かいます。それでは前半のハイライトをご覧いただきましょう。ロナウドは18歳のブラジルのエースです。まさかちょっと危ないぞ、危ないプレーだ、シュートに行った、ゴール、6番ロベルト・カルロス、今のは前半6分、カズが左に開いているぞ、中にボールを入れた、中山のシュート、惜しい、中山のシュートは惜しかった、直接いった、キーパー弾いた、すごいシュートだ、バズーカ砲が鉄砲のようなスピードできます。前半終わって1対0、まもなく後半を迎えます。イングランド中部リバプールにありますグリソンパーク、今ブラジルの選手がゆっくりとピッチに向かいます。松本さん、はい、前半は、まあ、これは言うまでもなくブラジルペースで試合が終始しました、日本はどうすればいいんでしょう。あのね、やはり相手ゾーンでとにかくボールを奪うというサッカーですね、はい、その奪ったボールを早く外側から攻めるという、はい、前半中山がですね、あわやという場面ありました、はい、あれも結局相手がですね、ミスをしてくれて、はい、相馬に渡って、相馬の低いですね、クロスボールが見事に中山とですね、マッチしたんですよ、はい、ああいう攻めを出すのがですね、後半日本45分ですね、必要でしょうね。日本はメンバーを変えてきました。中山に代わって浦和レッズの16番福田が2トップを務めるようです。これで前のフォワードは福田、三浦という2トップになりました。日本は福田のスピードも生かしたいところですね。ということになりますね、はい、代表の試合は今日が39試合目の福田、それともう一つは過去7点をマークしています。福田はですね、はい、やはりあの中盤に少し下がってゲームも組み立てられるということができる、それから突破もできるということで、中山はですね、最前線でこのポストという形ですからね、はい、少し攻めをですね、幅を広げようということになると思いますよ、はい、今後半の笛が鳴りました。1対0日本、1点を追っての後半の45分になります。今度は左から右に攻める青と白のユニフォーム日本代表、一方右から左に攻めるカナリア色と言われます黄色と青のユニフォームブラジル代表です。ゆっくりと右に展開、ジョルジーニョ、中に入れます、ジーニョ一旦下げました、ドリバ左に送ってマルシオサントス、地元 B スカイ B スカイテレビジョンのコメンテーターによりますと、日本代表は小島がすごくよくやっている、中山のシュートはあれは決めなければいけないシュートだった、まだまだどちらが勝つかわからないというコメントを前半終了間際にしているようです。さあ日本攻め上がるか、福田中央、森島が走っている、左に展開、いい展開になった、日本ボールを入れるか、中に入れた、キーパーが出る、絶地、あっとボールがこぼれた、惜しい、日本最初のチャンス、はい、森島遠慮しましたね、今遠慮した、カズと一緒に走っていました、はい、ロベルト・カルロス、船越さん、はい、鴨監督のハーフタイムのコメントが入りました、はい、相手は世界チャンピオン、うん、上手くて速いが恐れるな、ビビるなと、そうですね、チーム一丸となってやっつけよう、はい、勝とうと力強く語ったということです。そうですか、やはり勝つ気持ちを忘れていてはいつまでもサッカーは向上しない、鴨監督はよく常々話しています。奈良足、中に入れて北沢左に展開するか、前にボールを送ったが合わなかった、福田にボールを送りましたが合いませんでした。とにかくブラジルがもう強いことは分かりきっています。ブラジルがワールドカップで初めて優勝したのは58年のスウェーデン大会、王様ペレが17歳で鮮烈なデビューを飾りました。続く62年のチリ大会では徹底マークされたペレを故障で失いますが、変幻自在のドリブラーガリンシャの活躍で2連覇、70年のメキシコではワールドカップ通算12得点をマークした力が出ます。エドソン・アランテス・ド・ナシメント、通称ペレが3度目の優勝を飾り、母国ブラジルにジュール・リメハイの永久保持の栄誉をもたらしました。日本抜けた、クラッ打つか、あっと打てない、今の福田のプレーね、はい、
グランドが非常にこのスリッピーなんで、抜けてくるだろうというその読みがありましたね、はい、惜しかった。さあ日本は奈良橋がボールを入れます。カズにボールを送りました。砂から1人しょっていたが、最後方にボールは行って、これはクリアです。日本ボールになります。鴨監督一つうなずきました。右側に岡田コーチ。奈良橋ボールを入れる。カズへ森島が走ってきている。カズが奈良橋にボールを返そうというところですが、日本ボールのスローイングです。さあ日本この時間帯はまずブラジル陣内に入っています。後半立ち上がり、あっとカズにボールを通そうとしたんですが入りませんでした。小村が中にボールを入れる。この位置にいたのは相馬。中に入れた。福田にボールが通らない。相馬がボールに競る。取ったのはジュニーニョ。前にボールを送ってエジムンド。ジュニーニョも走る。ジュニーニョもスピードもある。倒れた。ホイッスルは日本ボールです。今ね、はい、後半立ち上がる日本が非常にいいのはね、ええ、バックスとフォワードラインが非常にコンパクトですね、はい、ですからブラジルの選手のプレーする場所がない、はい、そのためにですねボールを奪うということができてますね、はい、福田奈良橋にボールを送ったがこれはパスカット。この辺りの読みはさすがにブラジル。前にボールを送ってロナウド。マークしているのは大村。激しいボールの奪い合いだ。タッチラインのボールが割ってブラジルボールです。まあ、ブラジルのサッカー見てますと、はい、セオリーにのっとった基本的なサッカーやるかと思えば、ええ、ひらめきによるサッカーというそういうものが交互に出てくるというね、はい、ロベルト・カルロス。前にボールを送ってロナウド。そしてジーニョ。前にジュニーニョだ。左に送ったが日本ボール。井原。これは井原がいい読みをしていた。シュートボールを中に入れてホイッスル。これはブラジルボールです。70年代から80年代にかけましてブラジルはジーコ、ファルカン、ソクラタス、トニーニョ、セレーゾラが黄金の中盤を形成。最強と言われましたがワールドカップの主役はベッケンバーワーのドイツ、マラドーナのアルゼンチンに譲っていました。そしてブラジル国民が待つこと24年。昨年のアメリカ大会決勝のイタリア戦こそ PK 戦でしたが、それ以外の6試合にロマーリオが得点をマークして24年ぶりの優勝を飾ったわけであります。まさに再びブラジルがこの世界の王者に君臨する時代を迎えようとしていますね。そうですね。それとやはりワールドカップはですね、はい、実力があっても勝てないことがありますよね、運もつかなかったらいけないという、はい、しかしその中で15回のうちの4回の優勝というのはですね、これはすごいですね、ただ1カ国191連盟に加盟していますが、ただ1カ国すべてのワールドカップに出場し最多の4回の優勝を経験しています。FIFA が毎月ランキングを取っています。ワールドランキングでも1位に君臨しているブラジル。ジュニーニョマークしている。相馬。ジュニーニョ抜けた。ジュニーニョ倒れた。ホイッスル。今もあの10番のね、はい、ジュニーニョが見せてくれたバックスとバックスの間のですね、狭いところを抜くというのがこのドリブルがですね、はい、ブラジルのプレイヤーの特徴。さあ9番のロナウドが上がってきた。15番のドリバも上がってきた。ポーンとボールを浮かせて、こちらサイド誰もいない。ロベルト・カルロスボールを取りに行った。ぐーっと日本前線を押し上げていく。福田のこの位置まで下がっていてコーナーキックになったのか。後半最初のコーナーキックになります。手元の時計で6分を回りました。後半です。1対0とブラジルが1点をリード。しかし前半6分に1点を失った後は日本よく小島を中心に守っています。ジュニーニョのフリーキック、低いボールだ。日本クリア。井原。北沢シュートに行った。キーパーと入った。ゴール。ジーニョ、フリューゲルスのジーニョ、素晴らしいミドルシュート。浮いた球、ミドルレンジから思い切って打ってきました。これはね、はい、まさにブラジルの選手、予測もつかないところから意外性のあるプレー、はい、そしてそれに技術が伴うというね、見事なシュートだ。まあ、打つことも考えられなくはないですが、普通やはりもう一度左に叩いて組み立て直すというのが、それがセオリーですよね、はい、ところがもう全くひらめいた中から出てくる今のプレーですね。体は後ろを向いていました。しかし反転させまして浮いているところ思い切って打っていきました。2対0になりました。
後半の6分でした。さあ日本攻めなければいけない、まだ時間は十分にある。なあ中にいるか、中央カズが待っているぞ。あっとカズにボールが渡らない、おっとクリアミスだ。堀島、北澤のシュート浮いた。北澤のシュートは浮きました。あこの北澤のシュートの後にドゥンガが上空天空磨きまして両手を上げまして、しったけきれい、一つのミスも許さないぞというドゥンガです。あ今ドゥンガがミスキックをした選手を捕まえました。まだ出席しています。やはり厳しいですねこの辺りはブラジルのサッカーは。その技術を持ってますからね、はい、どんなところでも打開できるだけの技術がありますから、そのミスというものをですね非常に厳しく追求されますね。さあ福田、福田ボールを持った、風にあっと通らない。4万を収容しますこのグリソンパーク、3万人の観衆を飲んでいます。ゴール裏はぎっしり超満員、2階席も一睡の余地のない今日のグリソンパーク。ブラジルが2対0とリード。北澤ボールを取られた、ドゥンガボールを再び奪い返した。北澤中にボールを入れる山口だ、シュートに行った、シュートどうだ、右だ、山口のシュートは右。イングランド戦は惜敗しました、本当に悔しいです、やらなくていいミスもありました、勝てる試合でした、そう話していました山口のシュートでした。まあディフェンシブなリンクマンのする仕事といえば、はい、タイミングよく今のように出てきてシュートでしょうね、はい、今年のダイナスティカップ東アジアナンバーワンを決める大会では決勝の韓国戦で素晴らしいゴールを決めて、そのまま日本の勝利かと思われるシーンもありました。結局その試合は PK 戦の末日本が優勝を飾っています。手元の時計で後半の9分を回っています。史上2回目の日本代表対ブラジル代表の試合、89年の一戦は1対0で日本敗れました。惜敗ではありましたが90分のうち80分以上を日本陣内で試合を行ったと当時の新聞は報道しています。さあ日本また上がってきた、カズがいるぞ、カズが中央にいる、森島噛んでいく、カズが中央にいる、っと滑った、森島中にボールを入れようとしましたが滑りました。船越さん、はい、今は雨は上がっているんですが、先ほどの雨でかなり芝の状態悪くなっていますね、はい、ジーニョ中に入れた、ジーニョヘディング、ジョルジーニョ2対0。しかし日本、松本さん、とにかく1点を取ることですね。まず本当にね、あの11人の選手が、はい、得点をとにかく1点でも取ろうということで、非常に積極的なサッカーやってますのでね、はい、必ず実る時が来ますよ、はい、ロベルト・カルロス前を走っていく、ドゥンガ、そのドゥンガにボールを入れた、中で待っているのはロナウドだが、北澤がボールをクリアします。ショートコーナーに行くのか、いやこれはジュニーニョに任せます。また例によりましてジョルジーニョも前に上がってきました。この人2番のジョルジーニョ、鹿島アントラーズ、低いライナーのボール気をつけないといけません。このボールかクリアした、さあまた打ってくるぞ、ん今度はカズがヒールに合わせた、かなり芝がスリッピーになっています。チャンス、福田右に展開、森島、福田早い、福田早い、前にカズがいる、カズにボールを送った、福田中央にいる、福田に打った、シュートに行った、福田が、あっと福田合わない。今ね、はい、森島がドリブルで上がってる時に、はい、左サイドですね、バックスの田坂がねフリーで上がってったんですね、はい、で福田もそこ上がったから、カズに出すよりはですねここで森島の方へ出した方が良かった。この画面の右側に森島、田坂の方に、福田と田坂がいたんです、はい、2人見えたでしょ、田坂がとね福田が外側走ってたんだけども惜しかったな。しかし日本も攻めにリズムができてきました。後半手元の時計で11分を回っています。2対0、前半の6分、後半の6分に1点ずつを日本が失っています。ドゥンガ、ジュニーニョ、北澤ボールを取った、カズ、カズがやや引き気味だ、前に森島と福田、カズがボールを持っていく、カズが持っていく、シュートに行くのか、倒れた、ノーホイッスル、ホイッスルありません。ボールは中に入りますが、大村、バックパス、小島、ちょっと今右サイドでジュニーニョは足を引きずっています。ブラジル、北澤ボールを持ってゆっくりと左に展開、山口前にボールを送る、うん、この辺りは通らない、
ふっと体を入れ替えたロナウド。ロナウド、オランダペーサーアイントホーヘンのエースストライカー、18歳ロナウド。展開してジュニーニョ、肩で落としてロベルト・カルロス、中に入れたエジムンド、ジーニョ、ロベルト・カルロス、中央でロナウドが手を挙げているぞ。ジーニョ、ジュニーニョ、エジムンド、ロナウド18歳、エジムンドへ、もう一度ロナウド、エジムンド、ロナウド、細かいところパスを回してくる。これは日本ボールを取った、これ速攻ですね。森島、右サイドカズが走っている、中央福田、カズ、福田、福田にボールが渡った。福田中を抜けるか、あっと抜けない、抜けません。キャプテンドゥンガ、大きく展開は、お、キーパー出ている、キーパー出ている。さあゴールマウスには誰もいない日本、ゴールマウスに誰もいない、ゴールキーパーがいない、ゴールキーパーがいない、ピッチだ、ピッチだ、エジムンド、エジムンド、ゴールキーパー小島戻った、戻った戻った、さあまだピッチだ、エジムンドシュート、キーパー出た、キーパー小島が出ました。危なかった、危なかった日本。いやいや今のはね、はい、エジムンドのね、ドリブルもすごかったけども、はい、小島もよく防いだ、いやいやヒヤッとする場面でした。船越さん、はい、ブラジル代表レオナルドがウォーミングアップ始めましたね。アントラーズのレオナルドですね、はい、さあ日本福田ボールを持っている左サイド、カズにボールを送った、中央北沢が待っているが、坂田、山口、山口ボールを取って前に行く、カズにボールを送った、狭いエリアでのパスの通し合いだ、ホイッスルはありません。ジュニーニョ下がっている、このね、はい、相手からボールを奪った瞬間ってのは相手も相当プレッシャーかけてくるでしょ、はい、あそこのねかわし方って言いますか、打開の仕方が早いですね、大村上がってきた、フルバックの大村上がってきた、福田、福田、福田なんか抜けるか、抜けません、抜けません。2対0とブラジル2点リード。北沢、奈良橋、北沢にボールを送る、ホイッスル、 B スカイ D スカイスポーツのコメンテーターは先ほどのゴールキーパー小島のプレーに対して、あれはもう神風スタイルだと絶賛しているそうです。一か八かのこの小島のプレーでした。そして先ほど野口アナウンサーの情報にもありましたように、レオナルドがどうやらメンバーに入ってくるようです。日本またブラジル陣内にボールを持ってきた、北沢、ん、カズへパスが通らない、これはピンチだぞ日本。前をロナウドが走っている、ロベルト・カルロス、ロナウドへ、ロナウド、18歳のエースストライカーロナウド、右に展開、ドゥンガキャプテン、18歳から31歳へのパス、どうする、中に入れたエジムンド、エジムンド中に切れ込んでいくジュニーニョ、ジュニーニョが1回大きく右に展開、ジョルジーニョ、ジュニーニョ中にボールを入れた、エジムンド、エジムンド、エジムンド、井原、井原がクリア、まだボールは生きているエジムンド、中央で9番ロナウドが待っている、抜けた、危ない、低いボール、これはこれはゴールラインに終わっています。コーナーキックになるようです。ブラジル選手のですね、はい、このプレー普通に走っている時よりもですね、はい、ボールを扱う時の瞬間的なプレーの方がはるかに速くような感じしますね、はい、シュッシュッとすり抜けるというあのプレーね。どうやらジュニーニョが下がるようです。先ほど足を痛めてしばらく動けませんでした。そのジュニーニョに代わってレオナルドが入ってきます。大きな歓声です。フィールドの貴公子、ブラジルでも人気があります。もちろん日本のファンでもおなじみのレオナルドが入ってきました。さあ日本ピーチ、シュートを浮いた、シュートは浮いています。マルシオ・サントスのシュートでした。果たしてこれでレオナルドはどの位置に入ってくるんでしょうか、ね、はい、中盤のですね左サイドの仕事へ入っていくと思いますけども、はい、ただ11番のジーニオも左足なんですよね、はい、ですから8番のですねブンガと、はい、それから11番のジーニオの中盤のその一つ前の、ええ、ツートップのやや後ろ気味のプレーだになると思いますね、はい、船越さん、はい、日本代表は黒崎選手が今ウォーミングアップを始めました。あ、そうですか。こうなりますと黒崎のヘディング、あるいはロングシュート、フリーキック、こういうものも生かしてこようという日本。さあ抜けた、日本サイドはない、打った、ダメだ、ダメです。
雨のために15分キックオフが遅れました。今日の日本代表対ブラジル代表、今リバプールのグディソンパーク、ほとんど雨は上がりました。船越さん、はい、日本代表大村選手が今フィールドの外に出ましてね、ちょっと怪我の治療をしてますね。あ、そうですか。これは今映りました、コンタクトでしょうか。コンタクトですね。コンタクトを落としているようです。さあ日本現在フィールドには10人、フルバックに下げる、ドゥンガ前にボールを送った、日本ボールを取った森島、あっとこのパスが、こういうのが危ない。エジムンド、レオナルド前走っていく、さあジーニョ、ジーニョシュート、ゴール、ジーニョゴール、今日2点目、横浜フリューゲルスジーニョ今日2点目を挙げました。後半18分の出来事でした。このねパスが非常に速いんですよね、はい、でジーニョはですね左足が得意ですから同サイドを狙うことができるんですね、はい、3対0になりました。もう本当に狙ったところ、はい、でキーパーなかなかねあの同サイドの守備ってのはできないもんですよね。あ、そうなんですか、うん、船越さん、はい、今ちょうど大村選手がアウトしていた時でしょう、で自分のポジションのところですからね、はい、非常に悔しそうな顔をしてましたね。あ、そうでしょうね。さあ日本しかしまだ十分時間がある。とにかく1点は取らないとこのスタジアムは後にできません。森島ボールを追っていく、中にボールを返す、さあ風がボールを追っていく、ボールを取ったのは日本山口、風へ、山口、奈良橋、右をスルスルと上がってきた奈良橋だ、奈良橋上がってきた、中にボールは入らない、北沢ボールに追っていく、左に展開相馬、中に入れた森島、2人に囲まれた、ん、森島頑張っている、一旦下げる、北沢中にボールをポーンと入れた、福田へ、取らない、ボールを奪った日本、打つか、山口打った、グラウンダー、どうだ、ポスト、惜しい、わずかに左。山口先ほどのね、はい、タイミングのいいこのシュートと今のシュートといいですね、ここからですね、惜しかったな、うわーっとポストをかすめました。船越さん、はい、日本代表森島選手がちょっと倒れてますね。あ、右の脇腹のあたりを押さえています。はい、おー、そうですか、ちょっとかなり痛そうです。今コールドスプレーによる治療が行われています。ん、立ち上がりました、大丈夫です。セレッソ大阪の森島、今日がまだ代表4試合目という若手です。試合再開、手元の時計で後半の20分を回りました。3対0、前半の6分にロベルト・コルドス、後半6分、後半18分、ジーニョの2点によりまして3対0、現在フィールドの中には3人の J リーガーがいます。さあその1人、レオナルド、アントラーズのレオナルド、右サイド上がっていった、わーっと素晴らしいパスだ、ジョルジーニョ、中にボールを入れる、エジムンドのヘディングシュート、ロナウドが最後頭、船越さん、はい、森島に代えて黒崎が入ります。あ、そうですか。このロナウドは若干18歳、世界のサッカー大国ブラジルがただ一つ保持していない栄冠、それはオリンピックの金メダルです。96年アトランタオリンピックへのエースと言われるのがPSV をアイントホエンで活躍しているロナウドです。さあ日本が森島に代えて黒崎を入れました。この黒崎にはとにかくシュートですよ、はい、先ほど山口がですね2つ打ってますね、あれよりも遠いところから打ってもいいと思いますよ、はい、さあとにかく日本は1点を取ってほしい。福田、最高峰アブダイール、ボールを回していきます、ゆっくりと下げます。この辺りはこう緩急が非常にメリハリをつけてきます。マルシオ、ボールを前に送った、ロナウド、そしてレオナルド、
ボールを入れるブラジル、日本ボールをカット。さあ黒崎だ、中にボールを入れるか、後ろから奈良橋、その奈良橋ススルッと数も上がっている、うっと左に展開、相馬もう一度攻撃を組み立て直します。相馬から中に入れた、あっとこの辺りはちょっと正確性を欠きます。危ない、なんとか大村ヘディング、レオナルド右に展開、エジムンド、エジムンドボールを追っている、これはタッチラインに終わりました。日本代表のメンバーの中には相手はブラジル代表といっても J リーガーで戦っている仲間たち、まあ、それほど臆することはないという話も試合前はあったんですが、しかし表情もプレーも全然違いますね、この代表のユニフォームを着ると。変わりますね、というのは周囲の選手のレベルの高さが結局その選手の力を引き出すということになってますから、はい、94年ワールドカップ優勝メンバーがほとんど残っている今回のブラジル代表チーム。さあまだ持ってくる、ジーニョ前に送った田坂、ボールを奪い合い、ジーニョ一旦下げてドゥンガ、この辺りは非常にトリッキーな動きだ。それと、はい、このドリブルとかボールコントロールもいいですけれども、ダイレクトのパスがですね、はい、実にいいところでですね、連続でつながりますね、はい、これは日本ボールになります。マリオ・ザガロ監督、ブラジル代表、オリンピック代表とフル代表の2つの監督を務めています。奈良橋がボールを入れる日本、カズがボールを受ける奈良橋に、奈良橋が引きつけてレオナルド、これはホイッスル、日本この位置でフリーキック。これはね、日本としましたらチャンスですね、はい、一つは黒崎が入ったことによってゴール前勝てる、それからバックスから今オムラとですね、井原が出てきました、はい、特に井原はね、第一戦のイングランドの試合、はい、あそこ、コーナーキックから決めた強さね、あの時はニアサイドに井原が走り込んでいった、低いボールになった、コーナーキックを取ります。さあ日本後半最初のコーナーキック、前半は日本はコーナーキックはありませんでした。したがいまして今日初めてのコーナーキック、あのイングランド戦ウェンブリーで取った得点はコーナーキックでした。オムラ、おっとショートコーナーだ、これで北澤はどうするか、中に入れた、いいボールだ、シュートどうだ、折り返した、シュートは浮いた、シュートは浮いた、福田のシュートは浮いてしまった。今のはブラジルの最終ディフェンスラインを翻弄した日本でした、これはね、北澤の個人技がですね、相手をかわしてセンタリングでしょ、はい、折り返しをですね、あ、福田とそして黒崎が重なりまして、最後打ったのは福田か、惜しくもクロスバーの上、黒崎が前にですね、はい、来て邪魔になったという惜しい場面だったですね。これは致し方ありません。さあ日本1点を取れるか、またブラジルの攻撃だ、日本ボールを取った北澤、絡んでいったのはジョルジーニョ、ホイッスルが鳴って日本ボール。それから今ちょうど25分過ぎぐらいですね、はい、あと20分ある、世界で一番スタミナのあるのがこのまたブラジルなんですよ。あ、そうですか、ですから90分間とにかくスピードも落ちず、はい、ボールコントロールのミスもないサッカーしてきますんで、これからが日本のチームとしたら大変ですね、はい、中にボールを入れる山口、黒崎ボールを落とす、大きくクリアはブラジル、また日本ボール、なかなかボールは足につかないか、山口後ろに返して前にボールを送って北沢へ、ボールがつながらない、ジーニョ前にボールを送ってロナウド、これはボールをカットしたのは奈良橋、左サイドずっとボールを持っていく、中央にカズが走り込んできた、黒崎も上がってきたぞ、あーっとボールが遅れません、レオナルド、アントラーズのレオナルド、金髪が風になびきます、右サイドにボールを送った、ポーンとボールを入れた、エジムンド、後方ロベルト・カルロス、エジムンドボールを持っていく、エジムンドがボールを持っていく、ポーンと浮かせた、これはオフサイドです。
船越さん、はい、ブラジル代表2得点のジーニョを変えますね。ジーニョに変えてリバウドが入ります。ああそうですか。今日大活躍、2点を取りましたジーニョに代わってリバウド、パルメイラスの選手を入れます。20番のリバウドが今ピッチに入ってきました。もう一度先ほどのプレーです。ジーニョ、これはゴールシーンです。その2点を奪ったジーニョが今フィールドの外に下がりました。代表今日5試合目のリバウンドが入ってきています。ブラジルとしましてもね、はい、コパアメリカがありますね、南米選手権、はい、そのためにねやはり若手を使って国際ゲームをですね、はい、経験させるということがありますね、ですから今後から出ましたリバウンド、はい、23歳ですよね、さあ手元の時計で後半の28分も回りました。まだブラジルが攻め上がってきた。ロナウド前にボールを送る。田坂、田坂ボールを取って左にボールを送った。黒崎ボールを取られました。この後日本はまだインターナショナルチャレンジ、6月10日日本時間の深夜になりますがスウェーデン戦が残っています。とにかく次の試合につながる1点を取ってほしい。福田左サイド、今のようなですね、はい、相手のミスというものをシュートにまで持ってきたいね、相手のミスを全く許さないのがブラジルのサッカーでもあります。もう一つは守備のうまさがありますね、はい、とにかくパスのコースを読んでしまう。それから1対1になった時の体の使い方ですね、はい、このうまさでやはりこの攻撃が目立つブラジルのサッカーですけども、実は守備もですね、はい、ワールドカップの参加チームの中で3番目にですね、去年の大会失点が少なかったというね、はい、ワールドカップで言いますと66年のこのイングランドで行われたワールドカップはアジアサッカーにとっても一つの頂点の時代でした。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国がイタリアを破る快挙でベスト8進出を果たしました。そしてアジアのサッカーで言いますと2002年アジアで初めて行われますワールドカップ日本開催に向け、日本のワールドカップ招致委員会も今回の遠征に合わせて招致活動を行っています。招致委員会議員連盟宮沢喜一会長も出席して記者会見を行い、準備状況などの説明が行われました。その日本ボールを前に送っていく。日本では現在開催地候補地の北は札幌市から南は大分県まで15の自治体が準備を進めています。なお日本開催をサポートしていくワールドカップフレンドリークラブでは今なお会員を募集しています。ブラジルレオナルド、今後半の30分を回りました。代わって入ったリバウド左に送ったロベルト・カルロス、中にボールを入れる。グランダークリア、いやグランダーなんてよりも今のあの、はい、クロスボールの速さ、はい、シュートと同じようなボールをゴールに送りますよね、はい、クリアしたのは井原、まあ、井原よく防ぎましたね。イングランド戦で奪った1点は全員チーム全員で奪った1点、1点は確かに嬉しいが負けたことは悔しいのには変わりないと話していました。これはゴールラインに終わります。ゴールキックになります。日本対ブラジル史上2度目のフル代表の対戦は現在3対0とブラジルがリード。非常に激しい当たり合い、これは日本ボールになります。日本ボールです。カズが左サイドにボールを送る。相馬、前にいるのは福田か黒崎だ、北沢だ、ダメです。もう一度福田、一旦下げて相馬、中央に今度はカズも待っている。そのカズか、北沢のシュート、うわっと間に合わない。黒崎、あと出ました。今ね、はい、ブラジルゴール前が非常に人数少なかったんですよ、日本の選手がですね3人いるところ、はい、2人しかですね守備がいなかったんですよ、ね、チャンスだったんだけどな。手元の時計で後半の31分を回っています。日本代表対ブラジル代表、3対0、なんとか1点が欲しい日本。最後方にボールを回すドリバー、アウダイール、キャプテンドゥンガはここまで下がってきました。レオナルド、ロベルト・カルロス、代わって入ったリバウド、ゆっくりと展開してドリバー、もう一度最高峰のアウダイール、
右に展開、ジョルジーニョ、リバウド、日本ボールを取った、日本ボールを取った、もう一度奪い返したブラジル。この辺りはゆっくりと時間をかけます。3対0とブラジル3点リード。リバウド、場内からはブーイング、ゆっくりとゆっくりと展開、キャプテンドゥンガー。日本ボールを取ったか、カズ一旦戻した、黒崎へ、倒れた、ホイッスル、さあこれは山口のボールを蹴るようです。前にいるのはカズ、そして山口、中央に黒崎がいます。左に展開、相馬、中にボールを入れた北沢、もう一度山口、おっとボールを取られた、取り返した日本、左サイドにボールを送る福田、北沢から前にボールをポーンと浮かせると倒された、倒された、この位置でフリーキックだ、この位置でフリーキックを取った。もうちょっとですね、はい、ゴールに中に入ってくればですね、黒崎が直接打てるんですけど、はい、角度がちょっと苦しいというところですね。大村と井原がまた上がってきました。さあ早いリスタートだ、中にボールを入れた、低いボール、いいボールだった、ダメです。もう一度展開、黒崎、山口、山口がポーンと浮かせた、福田、あっとボールを取られた、また取って返した、数が前にいる、数が前にいる、右の展開、小村、小村はこの位置に上がったままだ、取れるか、激しいボールの奪い合いだ、さあこの辺りブラジルだ、前にボールを送る、取ったのは山口、チャンスだな、山口、左に黒崎がいる、山口直接行った、角度が変わった、さあこれはチャンスだ、キーパーいないぞ、キーパーいない、小村、小村、キーパー戻った、さあ行け、センタリング、あっとシュートか、クロスバーを越えました。でも非常に積極的なプレーがね、はい、好感持てますよ。後半シュートの数だけで言いますと日本が6本、ブラジルは5本なんです。しかし決まったのはブラジルが2本、日本はまだブラジルのゴールマウスを割ることはできません。やはり世界一のですね、はい、ブラジルとはいえ相手ゾーンでですね、はい、ボールを徹底的に取りに行ってればどこかでミスが出てくるというね、はい、そこからのチャンスをですねシュートに結びつけてほしいですね。雨のためにキックオフが15分遅れました。今日のインターナショナルチャレンジ、日本対ブラジル、鴨監督、お、森保を入れるんでしょうか。森保が立ち上がっています。日本はメンバーチェンジ、北沢と変えるんでしょうかね。あ、田坂に変えるの、田坂を変えて森保ということはやはり1点を取りに来ていると見ていいですね。田坂を下げて森保を入れました、鎌監督。特にあの森保の場合、はい、J リーグでもありましたけども、はい、ペナルティエリア30メートルぐらい前からですね、ロングシュートっていうのがありますよね、はい、これに期待したい。カズ、ボールを受けた、右サイドの奈良橋が走っている、一旦振り向いてどこにボールを入れる、カズ、山口、おっとこれはホイッスル、日本ボール。手元の時計で35分を回っています。後半の35分を回った、森安、左に展開、相馬、前に北沢がいる、その北沢だ、あっとボールを捉えた、レオナルド、激しいぶつかり合い、ボールを奪った日本、山口、一旦下げる、サイドチェンジ、あっとこのボールを捉えた、ロナウド、ロナウド、18歳のエースストライカー、ロナウド、速い、ロナウド、シュート、キーパー弾いた、もう一度、レオナルドだ、なんとかクリアした、日本、森保。やはりボールを持ってあれだけのスピードを維持するというのはもう本当に守る方としては並大抵ではありません。またブラジルか、日本ボールを取った、さあチャンスだ、前にボールを送る、一旦下げる、さあカズだ、カズにボールが合うか、カズヘディングで落として黒崎か、走り込んだのは奈良橋、奈良橋ここに上がってきた、カズが右サイド開いている、カズ、カズ、カズが中央に切り込んできた、クリアされた、もう一度森保が左に展開、日本なんとかゴールが欲しい、はい、相馬、いいプレーだ、相馬、黒崎流した、黒崎が、つばか、黒崎のヘディングはクロスバーの上、黒崎のヘディングシュートは浮きました。今の攻撃だったらね、はい、ブラジルのあのスピードある攻撃と匹
敵しますよね、はい、非常にいい攻撃だった、はい、黒崎のバックヘッド、やっぱり黒崎ちょっとキーパー目に入ったんでしょうね、はい、やや逃げ腰になってましたね、惜しかったな、大変に残念ながら雨のために15分キックオフが遅れましたために最後までお伝えすることはできないようです。現在3対0、日本が3点を追っています。さあ福田、福田コーナーキックを取った。さあこのサイドはイングランド戦で点を取ったサイドになりました。コーナーキック今日2本目、井原、小村全員上がってきた。ショートコーナーのように北澤も前に出た。世界ナンバーワンのチームからここで行ってほしいですね。はい、低いボール、井原合わない、合いません。イギリス、イングランド中部にありますリバプール、ギリソンパーク、3対0とブラジル代表が3点をリード。日本なんとかゴールを割ることができるか。後半残り時間あとすでに7分を切っています。雨のために突然15分キックオフが遅れました。この試合最後までお伝えすることはできないようです。日本何度かいい形の攻めがありました。中山の決定的なチャンス、そしてポストを叩くシュートが何本かありました。決してやはり3点は奪われましたが、引くことなく攻めたことはやはり評価ある一定度できますね。もうそれは後半のシュート数がですね、はい、今までのところブラジルより上回っているというね。そうです、日本7本ブラジル6本、さあまた日本が攻めていく。このあと日本は10日の日本時間の深夜になりますが、現在ワールドランキング上位、ワールドカップ3位のスウェーデンと対戦することになっています。そのスウェーデン戦のためにも1点が欲しい。さあ日本ペナルティに入ってきた。放送時間が残り45秒となりました。果たしてこのコーナーキックをご覧いただくことができるかどうか。放送の解説は松本郁夫さんでした。またグリソンパークでは日本、日本の大歓声が湧き上がっています。さあショートコーナーになった。森安、カズエ、ポーンと中に入れた。黒崎に合わない。レオナルド一旦下げます。大変に残念ですが放送時間が残り少なくなってまいりました。3対0と世界一のブラジル代表が3点をリードしています。衛星生中継でお伝えしてまいりましたが、この辺でグリソンパークからお別れします。松本さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼します。この放送は日本ヒューレットパッカード、サントリー、キャノンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。